どうも、FTM のソウです。はい。今回ですね、解明についてお話ししようかなと思います。で、僕も、去年の8月、まだ名前を変えて1年は経ってないんですけど、やっと名前を変えました。はい。で、その話も後でしていこうかなと思います。で、解明については、本籍地のある家庭裁判所で行います。で、必要なものは、まず申立書と戸籍謄本と GID の診断書と収入印紙と新しい名前の使用実績です。で、まあ、僕は、家庭裁判所に直接、近くの家庭裁判所に直接、その申立書っていうのをもらいに行きました。でもパソコンがある人とかだと、ネットで、なんかダウンロードみたいのができるんで、そっからダウンロードするのが、一番手っ取り早いです。で、まあ、その申立書って何って言われた時に、まあ、なんか、今の名前が何で、新しい名前が何で、なんかどういう理由で変えたいかみたいなのをこうバーって書かなきゃいけないのがあるんですけど、そこは僕なんかそういうの考えるの苦手で書くのも苦手だったんで、ネットで申立書書き方 FTM とか打てばなんかみんなが書いてるやつがバーって出てくるんですよ。僕はそれを完コピして出しました。はい。で一番大変なのが、まあ、名前の使用実績を集めるのが大変っていうかめんどくさいっていうか。で、まあ、僕はもう結構前から、僕、ソウっていう名前に変えたんですけど、にしようって思ってたんで、まあ、なんとなくでこう、僕は集めてました。で、どうやってそうやって使用実績とか集めんのって思いますよね。で、僕の場合は、荷物とかを、総当てで送ったりとか、あとはま、友達に手紙を書いてもらったりだとか、あと領収書とか、あと飛行機を総の名前で取ったりとか、あと、診察券、ポイントカードとか、まあ、他にも名刺とか、あと、年賀状。で、日にちが入ってるやつの方が、多分、その時から使ってるよっていうのが分かりやすいんで、まあ、ほんと領収書とか、飛行機の航空券とか、そういうのは多分、結構、大きいですね。なるべく、日付が入ってるものの方が、いいです。なんで、新しく行った美容室の、なんか、カードみたいな。美容室とかって何日みたいな書いてくれるんで、そういうのとかを僕は1年分ぐらい集めて出しました。はい。で、まあ、ネットで調べて、まあ、申立書を提出して、で、1ヶ月ぐらいで、家庭裁判所の方からこう連絡が来て、で、なんか、面接するんですけど、まあ、簡単な面接を。って書いてあったので、僕はずっと待ってたんですよ。で、書類を提出したのが、去年の4月の半ばか終わりぐらいかだったんですけど、ずっと待ってても、全然連絡が来なくて、忘れた頃、もう7月の終わり頃に、ようやく電話かかってきて、で、面接できますみたいな感じでかかってきて、もう僕忘れてたんですよ、本当に。うわ、やっとかかってきたと思って。で、8月の半ばに面接行かせていただいて、で、まあ、本来であれば、多分またその面接が終わって、1週間後ぐらいに、名前変更完了しました、みたいな通知が届くんですけど、まあ普通だったら、なんで1ヶ月半ぐらいで
終わっちゃう話なんですけど、まあ、多分コロナの影響で僕は本当に約4ヶ月待ちました。で、その、まあ、面接行った日にこういう許可書みたいな、もうこの名前でいいですよみたいな紙をもらいました。はい。で、この紙を持って市役所行って戸籍の名前を変えるって感じです。で、まあ、戸籍の名前を変えたら運転免許証とかいろんなものの名義が変えられるって感じですね。はい。で、まあ、本当にその名前の使用実績を残していくのが結構めんどくさいっていうか、まあ時間もかかるし、あ、変えたいって思った時から1年後って考えたら、まあ結構時間がかかるものなので、皆さんなんとなくでも、あ、こういうのにしよっかなって思ってるのが、まあ例えば3つとか4つあるんだったら、いろんな名前でもう思った日から荷物とか届けといたらいいかもしれないです。そしたらもう変えたいなって思った時にすぐ変えれるんで、今なんか気になってる名前があるんだったら、もういろんなものを使っとくっていうのを本当おすすめしますね。で、まあコロナがね、今すごくて、コロナの影響で僕は4ヶ月待ったんで、まあ多分今もそんぐらいかかっちゃうのかなって思うんですけど、まあ気長にね、待ってください。はい。で、やっぱり、まあ、僕、前の名前が綾乃だったんですけど、免許証とかで、やっぱ綾乃って恥ずかしいんですよね。なんか免許証を見せてくださいって言われた時に、綾乃ってなんか恥ずかしいじゃないですか。だから、そうに変えてから、もうなんか免許証出すのがめちゃめちゃ嬉しいっていうか、なんか、こんな顔して綾乃ですみたいな、なんかめっちゃ恥ずかしかったのが、もうそれがなくなるだけで、めちゃめちゃ嬉しかったですね。で、まあ、なんでそうにしたか。もう本当、FTM の人って、なんだろうな。僕、綾乃なんですけど、まあ、ひらがなで綾乃なんで、僕は無理ですけど、例えば漢字で、綾乃、色彩の際に、の、だとするじゃないですか。そしたら、なんか FTM の人って、だいたいその、綾っていう漢字は親からもらったから使いたい、みたいな。その漢字、残して、もう一文字なんか付け足して、なんか、あやととか、にする人が結構多かったんですよ。なんか、周りで。漢字はそのままで読み方だけ変えるとか。でも僕は、僕からしたら、うわ、ラッキー、好きな名前に変えれんじゃん、めっちゃラッキーじゃん、みたいな。最高と思って。で、僕は漢字一文字、読み方二文字が良かったんですよ。あ、そうとか、ごうとか、なんか、そんな感じのが良くて、ま、いろいろ、何個か6個ぐらい自分で考えた中で、お母さんにどれがいいと思うって LINE 送ったら、いや、そうがいいよ、みたいな。そうが一番いいって言われて、あ、じゃあ分かった。じゃあそうにするって言って、そうに決めました。で、本当は僕、オースティンっていう名前が良かったんですよ。僕が大好きな先輩から、ずっとオースティンって呼ばれてて、本当はオースティンにしたかったんですけど、なんかかっこいいじゃないですか。僕ハーフだし、なんか外人の名前いいなと思ったんですけど、なんか日本人はカタカナ表記できないって言われたんですよ。その改名する時になんかカタカナ表記はできないって言われて、でオースティンにしたいんだったらひらがなでオースティンか当て字でオースティンにってなんかつけろって言われて、それはダサいなと思ったからそうにしたんですけど、まあ、でもそうにしてよかったなってめちゃめちゃ思うんですけど。って感じで、まあ、なんか、元から自分がその親につけてもらった名前の漢字とかを、まあ、使ってる人も結構多いんで、まあ、それも良しとして、僕みたいに、うわ、ラッキー好きな名前に変えれると思って、自分の好きな名前に変えるのもいいと思いますし、まあ、なんかこの年になってなんか名前変えるってなんか面白いなって思いますね。まあ、だしなんかちっちゃい頃からあの子の名前かっこいいなとかあの子の名前かわいいなって思ってる人結構いるじゃないです か, だかそういうのなんか自分でつけれるって最高だなって本当にね思いましたね。
で、FTM とか MTF の人とかだと結構簡単に審査が通っちゃうんですよ。名前を変えるのって、その女の名前で男として生きていくのは無理だし、逆に男の名前で女の人として生きていくのは無理だし、なんで結構簡単に審査が通るんですよ。で、これ見てる人で、いや俺男だけどなんかこの名前気に食わないから違う男の名前に変えたいとか、まあ女の人で違う女の名前に変えたいって思ってる人でも変えることはできます。ただまあ、僕ら FTM とかそういう事情があって変える人は本当もう大体1年ぐらいの使用実績で変えれちゃうんですけど、そういう男の人が男の名前で名前に変えたいっていう場合は使用実績が6年とか7年必要になります。ただそのまあ6年7年使用実績残して、まあ、正当な理由があれば変えることができます。なんで変えたいなと思ってる人は使用実績を頑張って残してください。はい、まあ、こんな感じですね。まあ、なんかわからないこととかあればインスタの DM くれたら何でも答えるんで、いやこういうのどうなのみたいな思ってる人いたらインスタの DM ぜひお願いします。今回も最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録してない人はぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは、バイバイ。